アイドル田中さわりセリーヌです。よろしくお願いします。はい、ミルー。はい、そして、はい、四日市の
級生の岩木美幸です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。いただきました。はい、ありがとうございます。なのね、いろいろ風景とかね、確かに出てきたんですけど、はい、そういうことは想像できましたかね。そうだね。はい、はい、そして、はい、そしてですけども、2曲目終わりましたが、はい、続いてね、私たち高専生のちょっと告知を挟ませていただきます。はい、はい、ですね、私たちの今後の予定なんですけども、はい、この後ですね、今もちょっとやってるんですけど、エキサイト緑化地バザールに出演します。福岡で今やってます。はい、私たちのステージはですね、14時、5分からありますので、ぜひあのゆるキャラたちとね、ご当地キャラも来ますので、はい、ぜひよかったらステージ見に来てください。はい、そして、来月の5月の13日日曜日に、クラスカ4日1キッズステージにも出演します。はい、こちらもぜひね、あの今日と同じ感じのキッズステージリンゴ大会もありますので、はい、ぜひよかったら来てください。お願いします。はい、お願いします。はい、続きまして私からです。私たちの持ち曲3曲がジョイサウンドカラオケに配信されています。ね、ジョイサウンド F1 とマックスの2つの機種で配信されているので、フォーセールズって検索してもらって選んでいただけたら嬉しいです。お願いします。はい、お願いします。それと私たちがパーソナリティを務めるラジオがあります。はい、CTYFM76.8MHz から毎週土曜日の11時からと、毎週日曜日の夜22時40分、今日の夜の22時40分もやってます。はい、再放送でお届けしているので、よかったらラジオで私たちの面白いね、ガールズトークを聞いてみてください。お願いします。はい、お願いします。はい、そして私から最後のお知らせです。はい、まあ、全体的にいるんですが、まだまだフォーセールズはメンバーを募集しています。はい、アイドルになってみたい歌が大好きとかね、いろいろあったら、インターネットでフォーセールズって検索してもらって、はい、ホームページから、メンバー募集の詳細にピョンって飛んでください。はい、お願いします。はい、お願いします。ね、はい、フォーセールズの出演予定などありましたら、ホームページ、ツイッター、アメーバブログ、フェイスブックで更新していきますので、ぜひチェックもお願いします。はい、はい、ちょっと喋らせていただきましたけども、はい、次の曲が最後になります。はい、はい、最後の曲はですね、四日市といえばの道があるんですけども、皆さん、ね、ミルクロードってご存知ですかね。はい、知ってますか、ミルクロード。本当ですか。本当です。そのミルクロードをテーマにした曲となってます。はい、ですね、歌詞の中にはですね、そのミルクロードとかの風景、ジャジャバタとか、いろいろな風景が歌詞に生まれてますので、はい、ぜひ皆さん運転した気持ちとか、はい、そういう風景見ながらじゃないな、見ちゃいながら、想像しながらや、はい、あの曲を聴いていただきたいなと思います。はい、はい、それでは、スタンバイ、スタンバイ。それでは、聴いてください。ミルクラダ。
3曲披露しまして、yes. 私たちの曲は以上となる。曲じゃない曲じゃない、曲やけど、はい、ステージは以上になるんですけども、はい、はい、この後またエキサイト岡島さんのじいちゃん、まあ、いかへん、そんな感じで行くけど、はい、あの出演しますので、はい、ぜひそちらも見ていただけたらなと思います。はい、以上、よくかいちのことアイドルパーセルでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、皆様お待ちかねございます。